はい、田中90です。今回はね、シーズン8ね、始まったわけですがね、私ね、ソロでね、今50連敗してるね、いわゆるね、スランプ状態なんですよね。で、まあね、心もね、荒れ切ってるんでね、それをね、動画化して、行こうかなっていう感じですね。まあね、そろそろここで撮らないとね、動画が上がらなくなって、自分がね、好きなね、そのいきなりステーキが食べれなくなっちゃうんで、やっぱね、私もね、やっぱ動画投稿でね、かっこよく言うと、マネタイズしてる身なのですね。でもね、それを前にやっぱね、皆様にね、幸せを提供したいっていうのもありますよね、やっぱ。それを言うべきだったな、先に。それを言った方が一応よかったわ、むしろ。いきなりステーキとか言い出したら、こいつ、あれなんだ、金のためにフォートナイトやってんだって、みんな金に厳しいからな、みんな金好きなのに。俺ね、みんなにね、無料じゃん、無料。よく俺、フォートナイトもさ、よく書いてんじゃん、無料なのに文句言うなって、その度に思うんで、俺の動画も一応無料だから文句言わないでほしいなって、ってことで、降りていく。よし、行くか。なんで俺、人の男降りていくんだよ。ああいう空気読めねえやつがいるか、俺が負けんで、50連敗も。50連敗ってなんだよ、マジで、本当に。うちんちなんてな、あれだからな、あるチームがな、十何連敗しただけでさ、みんな発狂したんだからな、その3倍負けてるってやばいだろ、マジで。どうやってかな、うちんちあるチームが何連敗だっけ、十何連敗した時の空気の重さみたいな。いつも親がバカ監督って怒ったわ。その3倍空気悪いんだからな、俺個人だけど。しかもさ、見てくれよ、こんな。さすが50連敗してる人だよな、不幸の象徴。ああ、リボルバー付きスコープか。もう運が悪すぎるわ、マジで。滑舌も今日は終わってるし、いつも終わってるけど。いつもの100倍終わってるわ。滑舌中。いや、滑舌って単語考えたら性格悪いと思うんだよな。滑舌って単語考えたやつね、多分ね、お前らこれ言えないだろ。これが悪いやつはこれ言えねえからみたいな。絶対バカにする意図で作った。俺にはわかる、意図が。滑舌悪いとね、ほんとね、一番申し訳ないのがあれなんだよな。コールセンターみたいな感じでさ、はい、田中90ですみたいなこと言うと、中田さんみたいな、わかる？中田さんみたいなんだよ。すごい申し訳ないよね。俺は50連敗を止めたい。50連敗を51連敗にしちゃいけない。俺の心が壊れてしまう。俺の心はね、ガラスのようにデリケートなものでできている。いや、別にガラスでできてないんだけどね。普通に人間と同じ心臓なんだけど。やっぱ50連敗、一夜にして50連敗だからすごくね。多分負ける才能あるんだよな、本当に俺。あとね、ちょっとアクティブに動きすぎってのある。まあ、言っけどね。お、戦ってる戦ってる。なんかフォートナイト PC 版マジでさ、もはや猛者しかいねえんじゃねえかって最近思い始めてんだよな、みんな。なんか昔は可愛かった初心者みたいなのもういない。なんかみんな、ハンター。モンスターハンター、みんで、あ、もうなんで当たんねえだろ、今の。バカか、このゲーム、本当に。バカじゃないけど。天才プログラマーのエピック様が作ったゲームだからバカなんて言えないけど。どっちも いなくなんね。わからしやる、止まってろ。今、くらまないだろ、マジ。あ、なんだ、やべえ。やべえ、アーマーの裏セッター。やべえ、危なかった、危なかった。まあねー。かわいい顔しちゃって。今おかしくね？勝ったけどさ、ちょっとかわいそすぎね。なんで今当たったの？神様が俺に勝てって言ってんのか。これ以上口を開くと文句ばっかしか言わなそうだからね。今のうち黙らせようってか。け、いらねえわ。アンキャ個人的に使いにくい、最近。なんか昔はなんかめっちゃ強かったけど、今なんかその気すら壊せない時あるもんね。はい、特にね、話すこともなくなったんで、ね、配信のコメントをね、読み上げていきたいと思います。はい。勝つのも無料だから文句言わないでください。いや、無料じゃないですよ。私の時間かかってます。事実上有料です。何を言ってるかわからんぞ、90。無料なんで文句言うのやめてください。師匠頑張れ。君みたいなコメントはね、好きです。多分君みたいなね、純粋な人間はね、多分将来成功するでしょう。頑張ってください。そんなことよりおうどん食べたい。食べてください、どうぞ。まあ、こんな感じでね、普段ね、まあ私はね、配信でね、よくね、リスナーのね、コメントを読み上げるね、有料配信者だと自負しておりますんで、ぜひね、皆さんもね、配信に来てくださいと言いたいところですがね、私はね、配信の時間をね、いつもね、予告してないんでね、まあそんなね、気軽なことを言えない、田中90です。まあ、こんな感じでね、リスナーにね、ちょっとね、気遣ってるアピールしてる田中90ですね。やっぱ最近はね、ほんとね、いい人イメージが大事なんでね、まあ、自分はね、いい人なんですけど、育ちもいいんでね、育ちもいい人なんですけど、ほんとね、ちょっと勘違いしてる、暴言吐いてるってね、勘違いしてる方もね、多いんでね、よくね、あれはね、仮の姿なんで、ほんとはいい人で気さくなんでね、ちょっと顔が残念だね。二人いるな。うわー、いけー、あー、でもなんか撃たれそう。ちょっと待って、ここで、田中90、シンキング。ここで戦っても意味はない。
範囲内に行こうと思ったらむしろ範囲内。もう一回ね、配信のコメント読みたいと思います。滑舌と性格どっちがいいですか？性格は良いんで滑舌の方が悪いですね。今滑舌って言ったな。滑舌ってね、悪いとね、ほんと滑舌になんだよな。いや、ほんと自分性格いい方なんでね、ほんとによく言われます。まあ、いわゆるね、ほんと綺麗系なね、動画投稿者だとね、自分をね、自負してるんでね、ほんとに性格の良さはね、にじみ出るものですからね、分かってると思います。皆さんはなんかここあれだな、PUBG のサンホックみたいだ。あー、名前出しちゃいけないか。でもなんか最近 PUBG は許されてる感ある。フォートナイトミニにとって。もっと強い敵、エーペックスレジェンズがね、出てきたからね。エーペックスレジェンズって言うとね、すごい怒る人がいる、マジで。でもなんかあったんでしょ、多分。はい、どこですか？名の入れなさい。我こそはってやりなさい。我こそはいないの？いねえじゃねえか、どこいんだよマジで。どいつもこいつもどいつもこいつも盛り上がってよ。しかもここ範囲外じゃねえか、マジ。なんで範囲外で俺は戦闘しなきゃいけねえんだよ。だって青側行くぞ愚か者が。戦い、その先に何があるというのだ。お前がやってる行為は自己満足だ。もっとみんなを笑顔にするようなフォートナイトをしなさい。どこ行こうかな。さて、一人、ありないもん。いいねんじゃねこれ。このゲームぶっちゃけ浮いてんの強いよな、終盤。まともに戦闘しないのが強い気がするわ。ヒューヒュー浮いてよ。ここ強くね。撃つなって迷惑だ。もう、当てるな。はい。はい、エムイです。フラグムービー。はい、エムイよ。はい、よかった、終わった。満足してくれたね。一人二人。IQ30 だな、あんな立ち回り。IQ90 の俺には勝てんわ。申し訳ねえけど。IQ90 しかいない世界で IQ90 は100になる。範囲外じゃん、よく見たら。空気読めって。空気読めてねえわ、こういうやつ、ほんとに。ダメ。お前、空気読めない人間を嫌われるぞ。よく。ドラマとかで空気読めない人間をかっこよくやってるけどな。実際は痛いだけ。もう俺を撃つな、空気読め、ちゃんと。俺を勝たしたいっていう空気を読め。お前には分からんのか、その空気が。みんな勝たせたいと思ってんだよ。特に俺が。いや、ダメ、あいつはもう。あいつ一生不幸だわ。俺が救ってあげないと。でも、フォートナイトに囚われちゃう。うわははは。なんでこれが壊れんねん。この世界の RPG おかしいかな、マジで。衝撃波みたいな。あーでも RPG じゃなくてロケットランチャーっていうのか。もうやめろそれ撃つの。嫌われてるよその子。え、しかも俺すげえいい位置いるじゃん、よく見たら。え、俺運よくね。こういう時にね、狙撃されるんだよな。それ発狂する。これがいつもね、田中球児50連敗のね。バカめーバカめー、俺背中を許したな。これでも食らえ。これが知略というものよ。わからんかな、わからんかな、この難しい立ち回りの凄さ。来るな、こっち迷惑だな。建築すんな、マジで。なんで建築、誰の許可って建築してんで、ちゃんと出せ。はい、世界の敵。はい、お前世界の敵になりました。はい、チャンピオン。こうやって倒したらチャンピ、アナウンスされるぞ、このゲームで。キルリーダーを倒しました。はい。やめろ、キルリーダー俺じゃねえ。勘違いすんな。やばい、位置がきつい。俺を撃つな、なんで俺なんだよ。はい、はい、はい。メンバー作らったね。え、なに。やばい、こいつ。ちょ、食ってきた割には割と当たってくれてる、優しい。マジか。誰の許しがあった範囲動いた今。あんまミスって、何自分で自分を縛ったんだ。こっち行くぞ。はあ、なんだよそれマジで。
借款ガチャだろ今の。じゃあね、今回こんな感じでやっていきましたがね、見事51連敗って感じですね。まあね、皆さんもね、こういう時はね、まあ、9時間配信せずおねんねした方がね、多分勝利につながると思われます。じゃあ今回こんな感じで終えたいと思います。お疲れ様でした。おつ。